グッドモニング中、今日は埼玉医大総合医療センター安部先生によります、マワカムテンの次の薬ですね、アフィカムテンというお薬で、まあ、どちらも肥大型心筋症の治療薬ということですかね、少し、えー、様子が違うようだって、そのあたりを説明してもらいましょう。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。 えと今、ご紹介にあったように、ですね、マバカムテンと今日お話しするアフィカムテンはです、ね、まあ、ミオシン阻害薬というところに分類されるお薬ですけれども、まあ、まだマバカムテンもです、ね、日本では使えないですけれども、もうすでにそのまあ進化版といえるアフィカムテンの、えー、第3組織研の報告がニューイングランドでありましたので、えー、とお話しさせていただきます。 本日の1本ですけども、新規のミオシン阻害薬であるアフィカムテンは、HOCM の患者さんに投与したところ、ピーク VO2 のです、ね、有意な改善を示したということで、懸念される有害事象に関しても、プラセボとほぼ同等であったということで、比較的安全に患者さんの症状を改善できたというような報告になります。 えー、おさらいですけども、まあ、心筋をですね、まあ、より細かく見てみると、まあ、その最小の抗線単位はサルコメアと言われるもので、そのサルコメアを構成しているものは、このアクチンとミオシンというものになります。で、ミオシンというのは、こんな感じでまあ頭、ヘッドがついていて、えー、この部分がアクチンにくっつくことで、心筋を収縮するというような基準になっています。 左、まあ、型心筋症の患者さんの心筋でどういうことが起きているのかということなんですけれども、えー、その状態がこの左側の図に表されていて、えー、トゥーメニーミオシン・アクチン・クロス・ブリッジと書いてありますけれども、えー、このアクチンとミオシンのこのヘッドの部分が、えー、くっついている部分というのが、まあ、通常の心筋よりも多い状態にあるということで、まあ、より強結合というか、アクチンとミオシンがこう強く結合している状態にさら、まあ、されているのが、HCM の患者さんの心筋ということになります。 でまあ、この心筋にミオシン阻害薬を投与してあげると、右側の状態になって、このアクチンとミオシンのくっついている部分がえまあ少なくなるということで、心筋がよりリラックスした状態にえ持っていけるというのが、ミオシン阻害薬の基準になります。これって真ん中にあるこの筒状のものが筋繊維ですか筋繊維っていうんですかね、この下の部分なんで、ヘッドを支えているこの鎖みたいなところなんで、筋繊維のもより ちっちゃい構成要素の部分だと思うんですが金線維の束の一本っていうのがあってその周りにアクチンっていうのがあってそれに触れることによってこの金繊維がギュッとはい中縮するっていうことですかね、はい、そうですねはい でまあ、この基準のところですね、えーと、もう少し細かく見てみると、まあ、心筋にはこの弱結合の状態と強結合の状態をまあぐるぐる回ってまあ繰り返しているというのがまあ心筋で、えーと、下側が強結合の状態で、上側が弱結合の状態ですけれども、 えー、強結合の状態から弱結合の状態にすくときは、この図の左側になりますけれども、えー、この ATP を使って、えー、アクチンとミオシンが離れることで、弱結合の状態に行くと。えー、一方で、弱結合の状態から強結合の状態に行くときは、このくっついている状態からリンを放出することによって、えーあ、ごめんなさい、リンを放出することによって、このアクチンとミオシンがぎゅっとくっつくというような強結合の状態に行くということになります。 ミオシン阻害薬というのは、この右側のリンを放出するところの部分で、えー、と阻害を行うことで、まあ、よりです、ね、この弱結合から強結合の状態に行きにくくするということになりますので、まあ、結果的にこの弱近、心筋全体が弱結合の状態が増えていくということになります。でまあ、この全く反対の作用をしているのが、オメカムチブルメカルビル。 強振、まあ、薬として、まあ、今後、使用可能になるかと思いますけれども、この全く、えー、反対の作用をしているのが、まあ、ウメカメチュール、メカルビルということになりますなんかずっと弱結合だと、あまり良くないことも起きちゃうような気がするんですが、そこはどう調節するんですかべ、まあ、てのこのミオシンを制御できるということではなくて、ちょっとその細かい切り分からないんですけども、 全体としてはその弱結合にいる時間を増やすっていうようなイメージで、その心筋自体が全く強結合の状態になれないっていうようなところまで阻害するっていうわけではないというさそうです。パーシャルアンタゴニストみたいな感じなんですかね。うん、そうですね。自分は強結合。それは、その、何ていうか、パーセンテージなのか、それとも時間なのか、どっちなんですかねあ。どっちもなはずです。あの時間もありますし、あの力自体の。 パワーのところもあるっていうことで、うん、はい。で、えっ、ー、と、まあ一歩先に言ってるのがまあ、まあ、バカムテンで、これもうすでに FDA で認可されているお薬ですけども。 えーとまずですね、このマバカムテンが挑んだのは、まあ、症候性の HOCM 患者さんで、その第3相試験がエクスプローラー HCM というよう試験になりますけれども、これも2020年にすでに報告されていて、プライマリーのエンドポイントは、まあ、症状ということで、QL、まあの KCCS 共アの変化を見てますけれども、 マ、まあままあ、バカムテン群のほうがです、ねまあ、優位に KCC のスコアの改善が良かったということで、えーまあ、これをもってマバカムテンが FDA の認可を得ているということになります。で一応、マバカムテンの現在地を、えー、ちょっと確認しますけれども、左、まあ、型心筋症はオブストラクトがあるものとないもので、まあ、大きく二分されますけれども、えー、まずはです、ね、オブストラクトがある HOCM の患者さんに今言ったエクスプロアラ HCM というものが読んでいて、 これはもう第3層試験が終了していると、また重症のですね HOCM の患者さん、ミエクトミーとかセプタールのアブレーションの適用になるような患者さんの対象にも第3相試験がもうすでに終了していて。 これ、どちらもです、ね、結果的にはポジティブだったということで、まあ、この症候性の HOCM、なおかつまああの介入が必要な重症な HOCM の患者さんにも、f d a の承認はもうすでに下りているということになります。 で、オブストラクトがない HNCM の患者さんに関しても、このマバカム10のスタディは、えー、と走っていて、まあ、すでにですね、マーベリック HCM って第2層の試験は、えー、報告されてまして、まあ、これ結果ポジティブなもので、えー、2年前ぐらいの JCO で柴田先生がお話してますけども、まあ、現在第 3, 第3層試験が進行中ということで、えーまあ 展望としては、このオブストラクトがない HCM に関してもまあ適用を取ってくるんじゃないかっていうようなのが、マバカムテンの現在地ということになります。で、まあ、その適用範囲っていうのは、もしかしたらさらに拡大するかもしれなくて、えー、HOCM のみならず、まあ、大きなくくりとしてヘフペフの患者さんにも、えー、このマバカムテンが有用なんじゃないかというような RCT が、えー、RCT 第2相試験ですね、今走っていて。 えとこの第2相試験は2024年に報告されるということで、えー、HOCM のみならず、f f ペにももしかしたら有用かもしれないというのが、今、マバカムテンが挑んでいる現在地ということになります。で、今日はうは、これの進化版ともいえるアフィカムテンというお薬のお話で、 まあ構造式はこんな感じになってるらしいんですが、まあ、細かいことはなかなか難しいんで、あのー、言えないんですけども、基本的にはマワカムテンと非常に構造式は似てるんですが、まあ、一部ですね、まあ、改良を行っているということで、何が変わったのかということなんですけども、 えー、まず、ですねこのアフィカム点はマ、まあ、バカム点よりも半減期が短いというところと、まあ、服用開始後2週間程度で安定した血中濃度に達するということで、マ、まあ、バカム点は4週間を要するということで、まあ、2週間ぐらい早くこの血中濃度が安定するという点がまあ改良点。で、この半減期が短いことっていうのがどういうことにいいのかということですけれども、まあ、有害事象が出たときに、まあ、速やかな対薬が可能であるということが利点として挙げられています。 でこのミオシン阻害薬というのは、刑事的に EF を下げるということが報告されてますので、やはりそれに関連した有害事象が起きたときに、まあ、すぐにこう中止できる、でまあ、血中濃度が、えー、速やかに下がるというのは、まあ、有用なんではないかというのがコンセプトになってます。 またマバカムテンはです、ね、この湿布代謝に関係するということなんですけども、このアフィカムテンはその作用がより少なくなっているということで、まあ、薬物相互の作用の観点からも、使いやすいお薬になっているというのが、このアフィカムテンとマバカムテンの違いということになりますで。今日はこのアフィカムテンの第3相試験ということで、えー、ニューイングランドからの報告になります。 試験のデザインですけども、第三層試験で多国籍の多施設の二重盲検の RCT ということになりまして、HOCM の患者さんをスクリーニングして、アフィカム点群とプラセボ群に割り付けたということで、スタンダードのケアはベースにあった上での上乗せ効果ということになります。 でまあ、基本的には24週、えー、経過を見ていて、えー、最後24週でお薬をやめて、やめた後のの28週もサイドフォローしているというようなあのプロトコルになっています。でまあ、先ほども少し申し上げたんですが、このミオシン阻害薬っていうのは、まあ、基本的にその弱血合の状態を増やすということで、EF が刑事的に下がっていくということが分かっています。 これ、はアフィカムテの第2相試験からの、えー、と報告になるんですが、まあ、黒色がプラセボで、水色と緑は容量の違うアフィカムテン群ですけども、えーまあ、見ていただくと EF がですね、まあ、大体10%ぐらい下がっているということで、えーまあ、このミオシン阻害薬っていうのは EF を低下させうる作用があるということで、やはり EF が下がりすぎちゃうっていうのは懸念もあるので、まあ、容量の調整が非常に重要なんですが。ここれでもなんかこうここ えっと、黒い部分がプラスボだと思うんですけど、これはだからスーパーっていうかハイパーカイネティックっていう感じじゃないですかね。だから、ね、どっちかで言うと下げるというよりは適正化というか良くしてる感じがするので、それは悪い効果だっていうふうにあんま思えないんですけど、それでもやっぱりそれは懸念点の一つなんですかね。あたあの基本的にこの HCM の患者さん、マスで見ると、この EF がこうハイパーカイネティックなところから、 まあ正常なところに落ち着くっていうことなんで、基本的にはいいことだと思うんですけど、うん、まあやっぱりベースラインの EF が必ずしもハイパーじゃない患者さんにも使う場合があるので、実装として少しこうダイレクトフェーズに入りかけていとか、そういう患者さんに関してはっていうことだと思うんですよ、ねど。そういう患者さんに関しても、やっぱりかなり EF は下がっちゃうわけですかだと思います。はい、あそれこれを見るとなんか刑事的にどんどんんやっぱり こういう短い期間でも右肩下がりにはなっちゃってする感じはしますね。そうですね,で,すね、はいまあ、でも、えーと、一応リバーシブルだということが分かるんですよね。はい、そうで、すね、はいでまあ、その一応懸念があるので、えー、とこの EF ごとにですね銅像を変えていくっていうようなプロトコールが今回も組まれていて、まあ、スタートする銅像は1日5ミリから開始するんですけども、 えまあ何度もですね試験期間中に来て、エコーを当てて、その時の EF を測定して、ああのこの左側に書いてあるような EF のレンジにあの該当するところで、アクションを行っていくということで、EF が55%以上あって、まだ厚格差が残っている場合には、容量を5ミリずつ、どんどん増やしていって、20ミリまで増やすということになりますし、e、EF が50%を切っている場合には、銅像を5ミリ減らすっていうようなプロトコルになっているということです。 でえー、とインクルージョンのクライテリアですけれども、えー、18歳から85歳で BMI が35以下、まあ、HCM とまあ確実に診断されていることが重要で、左出肥大があり、かつ左出の拡大がないということと、えーとまあ、心中性の心筋症などの他の疾患がしっかりと除外されているということ。 あと、アサヒス拡張末期の壁口が1つのセグメントで15ミリ以上か、もしくは13ミリ以上の場合には、まあ、遺伝子変異、もしくは家族歴のとして HCM がある場合ということになります。で今回、HOCM が対象でして、その厚格差が安静時のグラディエントで30以上。でバルサブルーバフ化をした時のグラディエントが50ミリ以上というのが、インクルージョンのグラディエントになっています。 EF はベースラインで60%以上の人を対象としてますんで、基本的に EF がこう下がってきているような患者さんっていうのは今回除外されていますで。心不全の症状があることが、えー、と基本で、ーハが2から3。で、ハーベが10以上で、パーセントのピーク VO2 が90%以下。 でその他の、まあえー、HOCM に用いるようなベータブロッカー、CCB、ジソピラミダの処方が6か月間変化がないことというところが、まあ、インクルージョンのクライテリア、メインのものになっていますで。エクスクルージョンとしては、えーと、中等度以上の大動脈弁の弁膜症、もしくは中等度以上のサム以外が原因の粗暴弁の弁膜症で、まあ。インクルージョンにも重なりますけど、ファブリー病だとかアミロイドオシスなんて っていう、へきこが厚くなるような疾患が、えー、診断もしくは疑われている場合。で過去に EF の低下歴があるような患者さんも除外されています。でスクリーニングの期間がごめんすね違います、ね、スクリーニングの期間にまあ、パフが、えー、と初めてドキュメントされたような患者さんだとか、発作性もしくは持続性の AF に対して6ヶ月以内にリズムコントロールが行われた患者さんということで、 えとこの AF の扱いに関しては、まあ、特に今回のこのお薬自体に AF への懸念があるわけではないんですけども、経過中に多分 AF が新たにあの起きたりだとか、それに対する介入を行って、AF が止まったりすると、まあ、今回、症状というところをエンドポイントにしているので、まあ、そこがぶれちゃうということで、基本的にこういう患者さんが除外されているんだと思います。でえー、と外科的な介入、心、え、筋、ー、の切除、もしくは中核のアブレーションの歴があるような患者さんも除外。 あと、ま、運動時の失神とか VT 歴があるような患者さんも除外しているということです。で、エンドポイントとしては、プライマリーのエンドポイントとしてはですね、まあ、基本的なクリニカルなイベントではなくて、24週での、えー、ま、運動負荷によって計測されたピーク VO2 の変化というところがプライマリーのエンドポイントになっています。で、セカンダリーのエンドポイントはいっぱい設定されていて、まあ、KCCQ スコアの変化だったりとか、NYH の1以上のクラス改善、 あと、まあ、グラディエントの変化だったりとか、あと、まあ、外科的な、えー、とか、えーまあ、カテーテル的な中核の縮小療法の適用になるような、えー、期間、えー、このき定義としてはー波が3以上かつグラディエントが50以上というところが、えーとまあ、適用す、 の期間にまあ該当するというふうに判断したみたいですけども、そのエリジビリティのある期間っていうのがどれぐらい少なくなったかっていうところが、まあ、セカンダリのエンドポイントとして設定されています。で、また安全性として、下記の項目のようなものが取られているということになります。で、こちらがまあペ a ションツリーになるんですけども、えー、540人ぐらいの患者さんがスクリーニングされて、最終的には142対140に割り付けされているということになります。 でまあ、結構数が減ってるんですけども、何で除外されているかということなんですけども、えっとまあ、それぞれエクスクルージョンのクライテリアのいろんなもので除外されてるんですが、まあ、一番多いのはグラディエントが、まあ、足りなかったというか、まあ、いいことなんですけども、えーまあ、それほど重症ではなかったというところで、えっと、レスティングで30、えー、ポストのバルサルバで50ですけども、まあ、それにグラディエントが満たなかったということで、除外されているのが113人ということになります。 2>, で2個目の方は、えー、これ、呼吸症とピーク VO2 なんで、えーと、運動負荷によって計測された、まあ、運動対応のにをまあ示すものかと思いますけども、まあ、それがです、ねまあえーまあ、十分に重症でなかったというか、まあ、症状としてまあそんなに強くなかった、運動対応のそこまで下がってなかった患者さんというのが、82人ぐらい、えー、除外されているということになりますちょっとこれ、確認なんですけど、バルサルバー主義ですね。これって っていうのは、えっ、ー、と、息を吸って、息こらえてか、息止めをする方法だと思うんです。けどそうすると、静脈管理が減って、えっ、ー、と、結果的に、さしの、えっ、ー、と、フィーリングプレッシャーというかない、えっ、ー、と、容量が減って。 ることによって、圧格差が増すって考えていいですかそうですね、その通りだと思います。本当は、だからその後、生き、えー、こらいを解除することによって、迷走神経刺激が上昇すると、まあ心拍数が減ったりして、むしろいい方向に働くと思うんですが、生き <laughs> こらいをしている間の、ね、そうですね、はい。そうですね、はい。はい でえーとまあ、最終的な患者背景になりますけれども、えー、とこれ右側にアフィカ,ミアフィカム天群の,方のバックグラウンドを載せてますけれども、まあ、基本的に両群の背景は一致していて、年齢としては59歳で、女性も4割ぐらい入っているとで。白人が8割ということで、HM の家族歴があるような患者さんが24%、パフを持っている患者さんが14%。 でベースラインの内服としては、ベータブロッカーが6割ぐらいで、CCB が26%、自サピラミナーが14%で、全くお薬を飲んでない患者さんが16%いたということになります。ICD の植え込みが行われている患者さんが12%で、2波が2が76で3が24。でベースラインの NT プロ BNP が692ということになります。 で安静時30、バルサルバ負荷で50というのがインクルージョンのクライテリアになってますけれども、えー、結果的にまあインクルージョンされた患者さんとしては、えー、安静時で55、バルサルバ負荷で83のか格差があるような患者さんということになります。でベースラインの EF が74.8ということで、やはりあの先ほども少し話しありましたけれども、えー、まあスープラノーマルというか、まあ、ハイパーカイネティックな EF を持っている患者さんが基本的に対象になっていると。 で最大の平気高は、えーまあ、平均で21ミリの、えー、バックブラウンドということになります。でこちらがまあメインの結果になるんですけども、まあ24週のフォローを行って、えー、運動負荷による、えー、ピーク部 AO2 の変化を見てますけども、えー、オレンジ色の方が FICOM10 ですけども、えー、24週でまあ有意な改善が見られたということで。 えーとまあ、その変化幅でいうと1.7ぐらいの差があったということで、これは有意差があるということになりました。で、セカンダリーのエンドポイントとして、えー、流出量のか格差も見てますけども、えー、と左側が安静ジ、右側がバルサルバー不可合になりますけども、えーとまあ、投与開始してですね、まあ、速やかにこのか格差が改善しているのが分かりまして、大体8周ぐらいで、 その改善の幅っていうのはまあそこをついて、その後は横ばいで経過するということになっています。で、これはバルサルバフカの方で見てみても、だいたい同じような経過をたどっていて、最後4週間ですね、ウォッシュアウトの期間を見てますけども、まあ、お薬をやめるとまあ速やかにですね、厚格差は元通りに戻ってますんで、まあ、あのやめた時のまの切れも良さそうということが、これをもって確認されました。これ8週間その到達まで に8週間かかるっていうのはどういうメカニズムなんですかねえと基本的には容量調整をしているっていうことだと思うんですけども、<ー>やっぱ5ミリだけでは足りない患者さんがいて、ほ先ほどのプロトコールに従って、まだか格差があれば10ミリにしてに。容量調整にっていうことでいいんですかそうですね、はいあ。なるほど。その抑えると、そのかのメカニズムが働いて、さらにこのか格差が下がっていくっていうことではなくて。ではないと思います。はい。わかりました。 でえーとまあ、症状の方も見てますけども、えー、と左側、に波が1以上改善した患者さんの割合で、右側が KCCQ スコアの変化になりますけども、えー、こちらもですねやはりアフィカム天群の方で圧倒的に、まあ、自覚症状だったりとか、まあ、QOL を表すような KCCQ の改善が見られたということで、まあ、これを見てみても、やはり8週から12週ぐらいで、えー、と患者さんの改善というのは、まあ、ほぼほぼ得られているということになります。 えとこちらは、ねまあ、セカンダリーのエンドポイントがそれぞれ細かく、えー、と書かれているんですが、まあ、先ほどのところで、まあ、ほとんどお示ししたんですけども、まあ、含まれていなかったものとしては、この真ん中の赤く囲ったところは、外、え、科、ー、的、もしくはカテーテル的なセプタールのリラクションの治療の適用になる期間というのを比較していて、えー、とその適用になる、えー、期間が、 えーまあ、プラセボ群と,、えー、とアフィカム天群ではその改善の幅が大きく違って36日と114日ということで、まあ、大体この試験が24週ですけども78日分ぐらい外科的な適用になる期間を減らしたということでこちらも有意差があります。で、えっ、ー、と、差出の流出量の厚格差が30ミリ以下になっている、えー、期間。 を示しているのが、この真ん中の赤い色のところで、まあ、こちらに関しても、圧倒的にです、ね、その外科的な介入を必要とする期間は減らしているということで、有意差があるというような結果になっています。懸、まあ、念されるその有害事象というのはまあ確かにあるわけなんですけども、さ、えー、まざ、あ、まな、えー、と有害事象を見ているんですが、重篤な有害事象、薬剤の中止・中断というところも、アフィカム天群とプラセボ群でまあ増やすことは全くなかったというような結果になりまして。 えとまあ、さ先ほどあのお話したようにあの、経過中、投与期間中にやはり EF が下がったりすることっていうのがあるんですけれども、まあ、今回のプロトコールを用いることで、まあ、お薬を中止したり中断したりっていうようなアフィカム天群の率っていうのも、まあ、ほとんどなかったというようなことが示されていました。 で結果的にはまあアフィカム10ベターの結果だったわけなんですけども、サブグループの解析が行われてまして、まあ、左側にあるような項目でサブグループを見てますが、まあ、いずれのサブグループを見てもですね、えっと、アフィカム10群ベターに偏っていて、相互作用は基本的にはなかったというような結果になっています。 ディスカッションになりますけれども、本試験では24週の観察において、アフィカム10が、症候性の HOCM の患者さんの運動対応能をピーク VO2 で見ましたけども、有意に改善させたということになります。有害事象は、まあ、プラセボ群と同等であったということになります。マ、えー、バカム10で検証した第三組織のエクスプロア HCM 試験で認めた、えー、の結果では、 えー、この交互作用のところで、ベータブロッカーの使用有無というところと、サルコムア遺伝子の異常の有無というところで、薬剤効果の相互作用を認めたということなんですけれども、今回のアフィカム点では、まあ、それらの交互作用というのを認めなかったというところが、まあ、違う点として挙げられていましたで。アフィカム点の素早く、そして持続して、差出量ロの圧格差を減少させる効果というのが、まあ、運動対応の改善というところに最も寄与したと考えられるというふうに述べられてました。 で基本的に HCM の用語というのは、まあ、あのとってもとっても良くなっていて、HCM 関連の死,死亡イベントというのは、まあ、あの非常にまれになっているので、えーとまあ、現代の,その新たな治療の効果を検証する上で、そういったクリニカルなエンドポイント。 を見るっていうのは非常に困難になっているということで、まあ、あの今回、ピーク VO2 がエンドプライマリーのエンドポイントになってましたけども、まあ、機能的な能力だったりとか、症状の改善というところが認められれば、まあ、あのその治療の承認の根拠になるんではないかということが言われていました。 すべ、まあ、ての患者さんで、まあ、症状の改善があったわけではなくて、やはり一部の患者さんでは2波の改善を認めなかったということですけれども、まあ、その理由だとか、まあ、より長期に投与した場合には改善するのかどうかということに関しては、まあ、より今後、えー、深い研究が求められるということです。で半減期の短いアフィカム点では、短期間での増量が可能となって、まあ、短期間で私的な容量にたどり着くことができるというようなメリットがあります。 今回、e、EF が一時的に50%を下回った患者さんというのは一定数いましたけれども、そういった患者さんにおいても薬剤の中断や心不全増悪を認めなかったということで、このアフィカム点の薬の特性が一定寄与しているのではないかということです。で薬剤の中止後に短期間4週間で症状や LVOT のグラディエントが元通りになっていることも、半減期の短いことの表れであるというふうに書かれていました。 リミテーションとしては一つだけ挙げられていて、まあ、観察期間が短く、長期的な神経解トへの効果が検証できていないことということですけれども、まあ、過去の報告を見ると、まあ、臨床的に意味のあるピーク VO2 のまあ幅っていうのはまあ確認されているんですが、まあ、その確認されている幅よりも今回は大きな改善が認められたので、まあ、エンドポイントとしては問題ないのではないかというふうに述べられてました。で、まあ、アフィカム点の現在値をまとめますけれども、まあ、今回お話ししたのが、この右上の セクオイアですか、ね、セクオイア HCM で、初降性の HOCM の第三相試験が基本的にはポジティブだったということになります。で、HOCM の患者さんに関しては、えーと、ベータブロッカーとの比較試験が今行われていて、メイプル HCM というのが進行中。で、アフィカム店もですね、えーと、オブストラクトがない HNCM の患者さんにも試験を走らせていて、 アカシア HCM というのが、昇降性の HNCM の患者さんに対して、第三層の試験を進行中ということになります。で、まあ、マバカム点とアフィカム点を最後まとめてますけれども、えーまあ、こんな感じになっていて、えーまあ、このアフィカム点もですね、まあ、承認されるのは時間の問題なんじゃないかなっていうようなことが、まあ、今回の試験結果から伺かわれるということになります。 結論としましては、まあ、新規のミオシン阻害薬であるアフィカムテンは、HOCM 患者さんのピーク VO2 を優位に改善したというのが結論になります。以上になります。はい、ありがとうございました。えー、っと、今日はセコイア HCM ということで、えー、っと、何人ぐらいでしたっけ ?200 人ぐらい。140、140ですね。280人の患者さんをランドマイズドトライアルで 新規の短期間持続のアフィカムテンとプラセボを前向きにその効果を比較したということでしたけれども、えー、とアフィカムテンの増量というのは段階的にやったということで、8週間ぐらいであのそのお薬のピークの作用を示したということでしたけれども、自覚症状なんかに関しては非常によく改善していたということで。 今後、HNCM というところもまあ現在進行中で、その効果を試していくということでしたかね。はい、えっと、まあ、ハードなエンドポイントがなかなかあの差がつかないというか、あのかなり良くなっていて、そんなに起こらないというお話でしたけれども、そうなると、やっぱりエンドポイントは自覚症状の改善、QOL の改善というところに行くと思いますが、まあ、今回、その お話ありましたけど、ピーク VO2 の改善がまあ従来よりもかなり著名だったということで、まあ、これが自覚症状の劇的なまあ改善にもつながっている寄与しているというふうに考えていいですかね。だと思います。わかりました。今回、ベータブロッカーの併用の効果というのは特にはなかったというのが、マ、まあ、バカム点との大きな違いだったということですけども、それはどういう意味ですかねんちょっとそこ僕もわかんなかったんですけども、<laughs> えっと、このシップ代謝のところで、他の薬との相互作用が、まあ、フィカム点がないというところが、もしかしたら関与しているかもしれないんですが、ただ、ここに挙げられていたシップこの2つ調べてみたんですけど、まあ、それにこう強く寄与するお薬の中に、ベータブロッカーがちょっと入ってなかったんで、うん、ちょっと本当のところの答えはわからないです。 そうすると、まあ、考えられることとしては、ベータブロッカーの HOCM に対する効果っていうのは、さほど強くはなくて、まあ、このミオシン阻害っていうものがメインで、えー、症状を改善しているという可能性がありますか、ね、まあそうですね、ベータブロッカーをベースに飲んでいる患者さんでも、まあ、今回、同等の,その症状改善が得られたって考えると、やっぱりそのこのミオシン阻害薬の寄与する幅っていうのは、かなり大きいんじゃないかなと思います。 そうなると、城、まあ、谷先生なんかも言ってますけれども、立ち位置っていうのはどうなるかなっていうのがあ興味がありますけれども、ファーストラインでいくっていう可能性がありますかあると思いますね。実際にこの… マ、まあ、バカムンの,のベイラー HCM という重症の HOCM の患者さんを対象としたやつでは、基本的にはその外科的なミエクトミーとかセプタルのアブレーションの適用になる患者さんの、そういった介入をどれぐらい減らすかっていうようなことを見られてる試験なので、なんで、まあ、まずは使ってみて、それでもやっぱりか格差が残存してどうしようもない場合には、外科的な介入っていうふうな流れになっていくんじゃないかなと思います。 そうですね外来の患者さんは、まあ、確かにベータブロッカーを飲んでいただいている患者さんが、まあ、多いわけですけれども、ベータブロッカーの有用性も、まあ、もちろん言われてはいますよね。で、でなんかやっぱり、まあ、この先ほどからお話しあるように、そんなにやっぱり症状がすごく強いかなっていうのはありますけどね、どのくらい、まあ、年そうな感じになっちゃってるのかなっていうことで、なかなかこう、実、え、感、ー 時間外来ですしにくいところはありますけれども、谷先生から、アフィカム点はずっと飲むイメージなのか、それとも症状が問題の時だけ飲むイメージなのか、どっちですかということですけど。ありがとうございます。基本的には、個人的にずっと飲むお薬かなと思っていて。うん えーまあ、やっぱり基本あの、ハイパーカイネティックになっていて、あのサフスの拡張の末期圧がずっと高いと、だんだん細胞が傷んできて、ね、AF をみんな発症するっていうことを考えると、そのまあストレスがかかっている期間を人生全体で減らすっていうのは非常に優先なんじゃないかなと思うので、うでねうん、から、まあ、なるべく早くもう圧を下げるっていう方向に行くんじゃないかなと思いますあ、まあ、全くその通りだなというふうに思いますけれども。<laughs> あとはですね、えっ、ー、と、マバカム店との使い分けっていうのはどうすればいいですかね。そうなんですかね。まあ、基本的にはなんかこの改良点を見ると、まあ、あんまりマバカム店を使う理由っていうのは見当たらなくな,なっちう,そうですか。効果、効果の違いはどうですか 効果の違いは、えっと、基本的にはあんまり変わらないと思います。グラディエントの差とかも<ー>このエクスプロアと今回の試験を比べても同じぐらいの厚格差の減少が得られていて、<laughs> 少しそのグラディエントのこう差がこうピークに達するところが、えー、8週と12週ぐらいで4週ぐらいアフィカムテの方がこう早くピークに達している。<laughs> な印象なあそれはその薬のアップタイトレーションの,あのペースにもよりますかねあ。もうまさにその通りだと思います。あの結構このキレがいいんで、早めにアップタイトレーションできるっていうようなアフィカム店の特性が生かされてるんだと思います。うん、なるほどね。あのー、今回は、えー、と安全性も確認されたわけですけれども、予想されるシビアな、えー、アドバイスイベントっていうのは何がありますか そうですねまあ、やっぱりそその本文中中にももほとんど,とんど中止もなかっったでですすよねそうですねうん、まあやっぱり EF が下がりすぎちゃうことによって心不全が増悪しちゃうっていうようなことが懸念としてあるみたいですけど、まあ、それが今回も認めなかったっていうふうに本文中には書かれてたので、うん、まやっぱりその辺なのかなと思います。 そうなってくると今度はまあこれをファーストに使う可能性がある場合にコストっていうのはどうなりますかこれ高いお薬ですかちょっとちょっと分かんないですなるほど、ね、がでもやっぱり外科的な介入をかなり減らせるっていうところまで考えると、うん、で、まあ、将来的にはみんな AF になってなかなか PVI が効かなくてっていうところを考えると<ん>まあ十分に可能性はあるんじゃないかなと思います 今、少し出て,、ま、出てきましたけれども、その AF にもなっちゃうような患者さんっていうのは、そのかなり左室の拡張末期圧がずっと高くて、阿部先生が言うように、サボの圧負荷がかかって、で、サボのダメージがあって、もうパーシステントの AF になっちゃうということで、なかなか、えー、PVI 後の再発率も高いのかもしれませんが、えー、っと、そうなる前に、えー、という考えでいいですかね、それとも、まあ、 そうだな、PVI をすると、えー、かなりその症状なり予後っていうのは良くなるものですかそうですね、まあ、ちょっとそこまでまだ検証が行われてないので、まだ証拠性の,の HNCM にも第三者が走ってるぐらいなんで、まあ、これを無症候の HCM の患者さんにもう早めに30代とかから見つかってる人は投与するのかとかっていうのは、まあ、今後要、要 検討課題だと思うんですけど、ただまあやっぱり AF を発症してしまうと、なかなか PVI しても再発しちゃうっていうところを考えると、もうその発症する前に、サボが痛む前に投与するっていうのは、個人的にはありなんじゃないかなとは。そうですね、うん、HNCM で症状のある患者さんって、 どのくらいいますかねうん、そうですね。っうう思っちゃうんですよね。そうすると、あくまでやっぱり症状改善のお薬ってなると、ターゲットはかなり絞られちゃうんじゃないかなっていう感じが、ねうんうん。そうですね。ちょっとその、長期間でのクリニカのポイント、やっぱりその辺まだ見る必要がありますよね。うん。塩谷先生からですが、これはマ、まあ、バカムテンの話ですかね。5ミリで4万5000円、25ミリで13万円ですから、これ、毎日飲む薬でしたっけ毎日です。 高そうです <laughs> ね。1畳ですかね。うん。あフィガム店です。あフィガム店ね。高いですね。まあ、マバガム点もそんなに、まあ、すごく安くはないのかもしれませんが。まあ、ただ、あのー、まあ、HOCM というふうになれば、患者さんもそんなに多くはないわけなので、まあ、こちらは、その、国のお金でなんとか対応できるかなというふうに思いますが、先生いうようにですね、やっぱり、えー、まあ、外科とか、外科的な手術だとか、 ミエクトミですよね、それから PTSMA っていうのも、まあ、オプションとしてはあると思いますが、確かに非侵襲的なお薬でほとんど中止の率も0%に近いということを考えると、まあ、このお薬はかなり良さそうですが、あとはコストですよね。1回外科手術をするのとずっとこれを飲み続けるのと、まあ、コストを考えると、どうなのかなっていうところもありますが、まあ、HOCM、HNCM の患者さん、HCM の患者さんに関しては、 非常に有効なオプションだと思いますし、あのここまでの経過を見ると、かなり、えー、ポジティブな、えー、結果できているのかなということで、我々もまも、あ、オプションとして持っとかないといけないことかなというふうに思います。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。